久保さん、なんかね、昨日かなあの、アポロ計画から50年ということで、アル、アルテミス計画って僕知らなかったんですけど、YouTube で流れてきて、なんか昨日打ち上げだったんだけど、なんかトラブルで延期になったらしいんですけど、なんか月、また行くみたいですね <laughs>。で、今回は、あの、無人で回って、ルートを確認して、うまく行ったら今度友人で、 今度、その月にその探査場を作るみたいな感じで。で、それなんで人類は月に行くのかっていうと、そもそも、まあ本能の話があったんだけども、あの、冒険家であると。わわ私たちは探検家であるみたいな話をなんかね、NASA の人が言ってたんですけど。まあでも、なんか探求する、もしその本能で探求するっていうものがなければ、多分人類の進化はなかったでしょうね。 より便利っていう探求だったりとか、もっとなんかあるんじゃないかっていう。うん、その、なんだ。なんか、もっと地球上には違う島があるんじゃないかと。誰、クック船長でしたっけなんかわか忘れましたけど、なんか、しなんかあ、ありますよね。歴史上で。まあそうやってなんかいろんな新しい街、新しい土地を見つけたりとか、新しいものを開発したりとか、なんかそういうのってまあ、 人間の本能なんじゃないかなと思いますね。うん。だからまあ本能に従うっていうのも結構大事なんじゃないかなと思いますけどね。うん。まあ僕はね、毎日が冒険っていう、あの、本を見てすごくこんな生き方したいなと思ったんですけど、まさにその毎日が冒険ですよ。うん。今日もどんな冒険するのかっていうね。ど、ど、どんな歴史の1ページを作るのかっていうね。今日というページですよね。 そう考えると、一日が楽しいだろうし、でも、ああ、今日も仕事かって考えると思うと、そういう、そういう人生を送ってると、まあ、その、歴史は、何すかね、歴史とならず、消費と、歴史じゃなくて、ただ、人生を消費してるみたいですね <laughs>。うん。いや、わ、僕ねあみみ、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 ちょっとね、なんか、見ちゃいましたね。ワクワクしてね、ああ、月か、みたいな。 僕が月に行けることはないんだけど月目指すんだみたいなねだってだからそのどっから見るかですよねその僕が見たのがその月から地球を見るこの景色なんですよ僕たちはずっと下からね上を月を見上げてたけど今度は月から上から地球をこう見渡せるっていうね時代がそのうち来るんだなっていうのがねまあ多分もうそのうち本当に来るでしょうね 100年後か200年後かわかんないですけど、まあもはやもう地球に住んでないかもしれないし、まあそれは僕が生きている中ではそれはちょっと体験できないですけど、なんかそう考えると、人間ってすげえなーって感じるし、人間の可能性ですよね。こんなロケット作れるのはめ,めちゃめちゃでかいですからね、今回の。なんか人類最強のなんか噴射ロケットらしいですけどね。<laughs> すげえ馬鹿でかいですね、これね。 すごいな。まあ、機械も僕好きなんですけど、すごいこれ人間作れんのかみたいなね。ね、日本の、なんだろうな。その、刀でね、切り合ってた時代から、これ見たらどう思うんだろうな、みたいな。<laughs> モンスターだと思うんでしょうね、多分ね。その、武士のその時代間にこのロケットがあったら。まあ、多分、化け物だと思うんでしょうね。僕たちは今、ロケットって認識できるけど。 すごいなと思いますね。本当に、その、うん、人っていうのは、すごいですね。だ可能性はまじ無限大だと思いますね。はい、無限大です。いってらっしゃい。